まあね、前回のカメラ手で持ってやってたんで、結構なんかグラグラしましたけど、今回は固定してます。前回ね、申し訳なかったと思ってます。はい、どうも、チャクラです。皆さん、もうすぐクラス替えですね。まあ、いいクラスになったら、本当にいいですよね。新たな出会いとかね、まあ、あったらいいなと思います。知ってる人とね、一緒のクラスになれたらいいですけど、本当、楽しみというか、ドキドキでね、夜も寝れないですね。まあ、そこまではないけど、まあ、今回は、まあ、そんなね、新学期を迎えるということで、毎回ね、やらせてもらっている、まあ、筆箱のね、中身を考えていこうという企画をやっていきます。はい、毎回ね、この企画は、大きな休みの後にやらせてもらってます。はい、毎回恒例のね、この企画です。はい、まずね、筆箱はこちら、ガルフストリームの岡山デニムペンケースというやつですね。青色です。でね、この筆箱は結構ね、いいんですけど、まあ、もうそろそろ買いたいなとも思ってるんですけど、まあ、未だに買えれてないですね。まあ、欲しい筆箱は大体ね、今決まってるんですけどね。はい、ということでね、もう決まってるね、中身を、まあ、まずは紹介していきたいと思います。まずね、入れたいと思ってるのがこちら。はい、緑のアルミ&ドット定規ですね。この定規はね、メモリもね、消えませんし、あと、音がね、そんなにでかくないのが本当に素晴らしい定規かなと思います。ずっと使わせてもらってます。真鍮定規も、まあ、買ったんですけど、ちょっとね、メモリがね、剥がれてくるんですね、あれ。まあ、そんな感じでちょっと今、使ってないですね。続いてこちら、プラスのフィットカットカーブツイッキーというハサミですね。はい、前回紹介したハサミとなります。はい、携帯型のハサミの中では最もね、細い気がします。はい。なので、ほんとコンパクトでいいですし、切れ味はね、まあまあいいですね。続いてこちら。はい、ジャストフィットのオレンジと緑ですね。この蛍光ペンは発色がちょっと強いですけど、まあ、まあいいでしょう。はい。こんな感じでね、ヘラのようになってるんですよ、先が。だから、フィットして引くことができます。続いてですね、ボールペンとなります。3つ入れてます。黒ボールペンはこちら、無印のアルミのボールペンですね。赤ボールペンがユニボールシグノの RT のレッドです。はい、オレンジはサラサクリップの 0.5 ミリのオレンジとなってます。これはね、どれもね、好きですね。てか全然変わってないですね、中身ね。続いてこちらですね。オートの真鍮芯ケースですね。こちらはね、本当に使いやすいですね。はい。ずっとね、これからも使っていこうかなと思ってます。続いてこちらですね。クリックレーサーの4プロですね。こちらはピンポイント消しとなってます。これは使用頻度はそんなにないんですけど、まあ、入れてたらなんか安心できるんですよね。細かいね、文字が消すことができるので、本当にこれはおすすめなんだなと僕は思います。はい。滑舌が今日悪いですね。すいません。続いてこちら。はい。緑のコレクションテープですね。はい。こちらは、修正テープとなってます。ボールペンを入れてる僕としては、これは本当にね、重要なアイテムとなってます。はい。なので、これからも使っていきたいなと思ってます。続いて消しゴムですね。こちら。北洋のリサーレのプレミアムタイプですね。はい。リサーレって皆さん知ってましたか？イレーサーを逆にしたらリサーレになるんです。僕ね、これ知ってびっくりしましたね。まあ、よく考えられてますというか、まあ、そういう、まあ、細かいところにもネタを挟んでくるのは、もう、北洋さん、素晴らしいなと思います。はい。この消しゴムはね、消し味もすごくいいんですよね。ぜひね、買ってみてはいかがでしょうか。あとですね、こちら。芯ホルダーを入れてます、僕は普段。こちら。最近ね、入れ始めましたけど、コヒノールの芯ホルダーとなってます。こんな感じで、ドロップ式となってて、芯ホルダーはね、鉛筆代わりとして使ってます。まあ、今ね、削ったんで、まあ、ピンピンですけど、だんだんね、先が丸まってくるので、ここにね、ちゃんとね、芯削り器がついてるので、別途で芯削り器を用意する必要がないので、とてもね、いいペンですね。はい、コヒノールというメーカー自体ね、結構ね、いいメーカーなんで、ぜひね、このペンもね、今でも廃盤になってるとか言われてますけど、まあ、よくわからないですね。廃盤になってるかもしれません。まあ、結構ね、いいので入れてます。はい。じゃあね、これからね、今から考えていきたいなと思います。まずはね、色ペンですね。決めていきたいなと思います。こんな感じでね、僕がね、今、選んだのはこの6本なんですけど、この6本から1本選んでいきたいなと思います。どれにしようかなと迷ってるんですよね。やっぱアバンギャルド入れようかな。うん。やっぱこれ思い出の深いね、ボールペンなんで、アバンギャルドね、入れたいと思います。はい。まあ、ステッドラーのアバンギャルドとなります。こちらはですね、振り子式のボールペンとなっておりまして、出したい色をね、上にやると、その色が出ます。リフィールはですね、まあ、純正のものをね、この間購入しました。続いてですね、シャープペンシルの方、決めていきたいなと思います。はい。こんな感じでね、ありますね。まあ、これはまあ、リヴァイ兵長ですね。人類最強の兵士。ってことでね、決めていきましょう。はい、まずね、1本目はね、こちらの方にあるんですけど、クルトガですね。クルトガのディズニーモデル、ディズニーの柄のやつですね。これ一応限定のようなんですけど、結構まだありますね。はい。次何入れようかな。ラミー2世のね、シャーペンを入れます。これ。はい。
これはね、ドクターグリップのような感覚で使ってます、僕は。ちょっと、太い系のシャーペンも1本入れておきましょう。ラスト1本入れましょうか。マヨネーク。デルガードもいいね。これ入れようかな。でも、ロットリング500もいい。この 0.35 が一番、めっちゃ書きやすいですね、これ。僕が初めて手にした、シェードシャーペンは多分、ロットリング500だったと思います。なんだろうな。まあ、これはまあ、いいかな。何入れようかな。じゃあ S20 入れますね。はい、 S20 を入れたいと思います。はい、 S20 入れます。はい、一応ね、まあ、これぐらいでいいでしょう、新学期だからね。はい、まあね、こんな感じで新学期ね、迎えていきたいなと思います。結構ね、なんかゆるゆるな動画になりましたけど、見てくれてありがとうございます。新入生の方ね、ぜひ頑張っていただきたいと思います。以上、ご視聴ありがとうございました。